淡路国道松並木淡路国道松並木は兵庫県南淡路市の国道28号沿いに植栽されていた黒松の古木群である。樹齢300年から500年の黒松が約6キロメートルにわたって国道の両側に並び日本有数の松並木として1926年に国の天然記念物に指定された。しかし台風の被害や 国道の拡張工事による伐採、自動車の排気ガスによる大気汚染や、松食い虫の被害によって次々と失われて行き、1980年に最後の一本が伐採された。このため、2010年に天然記念物の指定が解除された。なお、本校ではかつて、淡路国道松並木の南端近くに生育し、国の天然記念物に指定されていた、 千住の松についても説明する。淡路国道松並木は、国道28号の両側に沿って、約6キロメートルにわたって植栽された黒松の古木で構成された並木である。その起源については、諸説があり、養予館の細川氏が、神代の延命寺母山の沿道に松を植えたという説や、豊臣秀吉の家臣が住本を治めていた頃、村の庄屋が罪を問われて斬首されかけたが、 一夜のうちに、この街道の両側に松を植えたならば、罪を許すと言われ、一族や村の人々が、総出で、一晩がかりで松を植えて、罪を許されたという説が伝わっている。1826年に刊行された、淡路島に関する地市、淡路草には、ヤギ松原、上ヤギより、国賀村に至る波松37町30軒、あまりあり、分岐2年。 西山村の次郎太郎と運舎首代わりに2000株の松を植えたと運文化10年まで336年なり、左右号1654本との記述がある。淡路草の記述を取れば、文紀2年に植栽された松2000本が、文化10年には1654本、残っていたということになる。松並木は、地元の人々から、ヤギの並松と呼ばれて親しまれ、 国道沿いに住む人々は秋に落葉した葉を競って集め燃料として徴用していた。1926年2月24日には日本有数の松並木として史跡名称天然記念物保存法に基づいて国の天然記念物に指定された。指定当時、松の数は1065本あった。樹齢は1984年観光の日本の天然記念物五植物。 3によると300から500年とされた。1934年9月21日の室戸台風で被害を受けた木の中で比較的大きなものを調査した。地上1 0トルの簡易が4 2 0ルの木の年輪を数えると地上約2 5トル部分の断面で292を確認できた。 この断面部分に達するまですでに数年を経過しているものと推定して、東海寺の1934年から逆算して、実際の樹齢は約300年近くで、関永年間末頃に放火した木とされた。大きさは様々で、天然記念物時点によると、目通り間に3メートル以上のものが135本に達し、 最大のもので5.67メートル、その次は5.03メートルを測った。天然記念物指定後の松並木には様々な脅威が次々と襲いかかった。室戸台風の時には東海32本、節村33本、危険23本と合わせて88本という大きな被害があった。その後も台風が来週するたびに被害が続き、 特に1950年のジェーン台風による被害は大きかった。1974年に撮影された淡路国道松並木が最後まで残っていた八木地区付近の空中写真。画像を右上から左下に走る道路が国道28号。赤い円で囲んだ内側に、腰数年前の松並木が確認できる。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。台風だけが松並木の脅威ではなく人為的な要因もあった。高度経済成長期に入るとモータリゼーションが進んだ上に淡路鉄道の廃止が重なり国道28号を舗装回収する必要が生じた。当初国から松並木保護を考慮に入れた国道回収計画が出されたものの 地元の人々から強い反対があり、計画の変更をせざるを得なくなった。国が示した原案では、田畑を潰さざるを得ないことや国道沿いの商店の衰退を招きかねないという理由から、松並木を犠牲にしてでも、旧国道の拡幅を行うという計画変更を余儀なくされた。この計画によって、180本以上の松が伐採された。この大量伐採について、 日本の天然記念物五植物3は無計画特限を提している。当時を知る住民の一人は天然記念物としての価値を尊重する一方で、波松周辺の田んぼを持つ人にとっては作物が日陰になったり、松の葉がた量に落ちたりと問題もありましたと解雇している。1965年に国道28号の改修が完了すると、 松並木はさらに脅威にさらされることになった。四国方面からの大型輸送車の通行が増え、排気ガスの激増と大気汚染、そして松食い虫の被害によって松は次々と故死していった。松食い虫については1956年にも大被害があったが、今回はそれを上回るものであった。1971年には265本が残っていたが、 神大寺東方に至る約3キロメートルの区間には30本ほどの松がまばらに生育する状態になったため、1972年9月6日には、この区間の天然記念物指定が解除された。1973年からは、松食い虫の被害が拡大し、毎年10本以上、多い年では50本以上の枯死した松を伐採せざるを得なくなった。1976年には、 樹齢50年から200年の松が、八木地区に70本、神代地区に9本が、過労じて生育していた。1979年12月には合わせて3本にまで減少し、1980年には最後の1本が伐採された。淡路国道松並木は、2010年5月21日の第104回文化審議会文化財文化会で、 天然記念物の指定解除が答申され、同年8月5日付で指定解除された。なお、2012年には、八木地区に住む元大区の男性が、昭和30年代後半に国道28号の拡幅工事を行った際に、伐採された松並木の木材を使った置物制作に取り組んだ。現在大阪に住む知人が記念に保存していた木材で縦4メートル、 横4 5トル厚さは6トルほどに製材されていた。男性は、知人から木材を10枚ほど譲り受けて、製作に取り掛かり、波松の木が今もこうして残っているので、置物にして保存しておきたいと語っている。千住の松は、淡路国道松並木の南端近くにあるが州、野田地区の観音堂境内に生育していた。樹齢は、 約850年余りと言われ、樹高は18メートル、目通り簡易6.70メートル、枝張りは南方に約15メートル、北方に約18メートルを測った。地上約3.60メートルのところから、大枝が分かれ出て、雄大な姿を見せていた。四方に大きく伸びた枝は、千樹観音の手を広げた姿を思わせ、千樹の松と言われて、古来な高い木であった。 その姿から、またの名を、龍松とも言った。この松は1926年2月24日には、淡路国道松並木と同時に、国の天然記念物に指定され、地元の人々は、保存会を作ってこの松を管理してきた。しかし、松食い虫やシロアリの被害にあい1975年頃から、葉が赤ちゃけるなど、樹精の衰えが進行し、 ついに腰し,して1977年に天然記念物の指定が解除され、同年11月には伐採された。保存会の人々は、千住の松の面影を後世に残す目的で、残された根株を屋根付きの囲いで折って、雨風が当たらないようにと保存している。A.B. 日本の天然記念物古植物3125から126ページでは1984年時点で一本のみ残っている胸の記述があるがここでは南淡路市ウェブサイトの記述によった読み方について天然記念物時点では千住の末南淡路市の広報誌広報南淡路では地手の末としている旧地名について天然記念物辞典では ヤギ守るよえヤギから三原町人大神島国画までとしている。約 4.09km。表記は日本の天然記念物5植物3によった AB 人間の目の高さ付近で測った樹木の幹回りの寸法を指す。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 天然記念物辞典、109ページ。ABCD 自然気候日本の天然記念物221ページ。ABCDEFGHIJKLMNOPQ 日本の天然記念物5、125から126ページ。AAB 大正15年内無所告時代19号。ABCDEFGHIJKLMN 天然記念物指定解除淡路。 国道松並木広報南淡路2010.71発行南淡路市ウェブサイト2013年12月31日閲覧 AB 平成22年文部科学省国時百131号 ABCDEFG 淡路国道松並木の天然記念物指定解除について兵庫県教育委員会ウェブサイト2013年12月31日閲覧 AB 第104回文化審議会文化財文化会議事業紙文化庁ウェブサイト2013年12月31日閲覧 ABCDEFGH 広報南淡路2011.41発行南淡路市ウェブサイト2013年12月31日閲覧 ABCD 淡路国道松並木の松で置物制作南淡路市ウェブサイト 2013年12月31日、閲覧。昭和47年文部省国時代130号。ありがとうございます。